トモタクタクです。おいくめねやっていきたいと思います。移動これねこれね、移動方法はようか、なんか増えてる、ようわかんないけど、これ何、これ、給油箱置いてある、開けようか。1回分の吸入器を手に入れた。あ、吸入器って一般家庭にあるですね、常備薬として吸入器はないと思うけど、多分ここの元家主も喘息持ちだったということで、落ち着かせておきましょう、お話を。はい、問題はですね、家が少しずつやはり変化しているということと、どうやら、え、こんなんだったっけ、あ、この番号をよく見ながら移動しないといけない。777 777 777 ここは77100、お、切り番開かないんかい、切り番開かないんかい、なんで、トイレもワンチャン移動スペースなんですね、実は。紙が入っていない。で、闇はどう広がってる、広がってるか。あ、39、あ、違うか、あれ39で合ってるんだっけ、森田のいるとこって。これ友達に会ってもちゃんと説明できねえぞ、これ。あれ39でいいんだっけフフフ、大丈夫か俺。あ、やば、キヨル危ない、危ないなぁ。39でいいのか、あ、なんかこんなんあった、放送紙にくるまれたハンバーガーが置いてある。お腹は空いてるけど、こんな場所の食べ物なんて口に入れない方がいいよね。一応中身を確認する。うわ、パンの間には大量のミミズが入っていた。あ、やば、動機が激しい。一回戻ろう。吸入器はもう、あ、なって、ないないない。今一瞬多分出てきたな。吸入器は有限ですからね。これクマちゃんの力を借りましょう。クマちゃん、やったぜ。完全に収まった。いっぱい記録しよう。あ、4つしか書けない。なんだと？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。森田の確認だけしとこう。どこだっけ森田のいるとこって。ここじゃない気がすんな。30だった気すんな。これでさ、ちょっといい。もういないかも。え、30。でも動画見返せばいいだけか。ここ39。あ、いた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 。あ。まあいいや。なんとかなるだろう。適当だな。番号言わなくなっちゃったからね。なかなかいいシステムですよね、このゲーム。同じところを回ね、その作る手間はもう省けるし、意外と怖いという。216、同じところを、あ、なんか、え、なんだろう、100の桁のところが開かない。そして鍵が全然見つからない。ワンちゃんはなんか恥ずかしがり屋さんだよみたいなこと言った鍵とかも手に入ってない。どうなっとんじゃ。地下室久しぶりに行ってみるか。あーもうないか。あ、なんか紙が。命の恩人に関するメモがある。読む。先ほど凶暴な怪に襲われていた時のことだ。真相になっていた私を彼女が、助けてくれた。これ春のことだな。この世では死んでも死ねないということは十分理解している。しかし死への恐怖は消えるものではないし、死ぬような体験を何度もしたいとは思わない。こんな状況下で彼女だけは冷静に状況を分析し、おまけに我々の手助けをしてくれている。感謝するほかない。我々、彼女の名前は確か春だったか。おお、ほら、中学生のようだが、中学生だぞ。どうしてここまで気丈に振る舞えるのだろうか。大人の私も見習いたいものだ。はあ、中学生、弟くんも中学生だったような気がするが。
直人くんね。ナンバーがないな。あ、さっきのあれか。この中行ってみようかな。あ、お風呂23、これで移動してるはず。一応見てみっか。お風呂なんもないね。今んとこナンバーが被るっていうようなことはないですよね。同じのあった？ここは304。すごいびっくりするかもしれないけど、俺昔304号室住んでたことある。それがどうしたんやって。いや、ドキッとしちゃって。3階ってことですね、だからね。あ、なんかあるよ。読もう。やれやれだね。またしばらく見ない間に番号と階の位置が変わってたみたいだ。めんどくさいけど、これも仕事だし、ちゃんと見もしておくか。貯金箱、日本人形、ワンコ、ワンコが 23! 今いる世界じゃない、これ。車29、30の覗き穴、57、骸骨いた！え、これちょっと。写真でメモっとこう、俺も。スマホの写真で。なんか役立ちそう。はい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 。67、老婆？老婆って何？怖すぎんだけど、それ。これ、使用回数あるとかないよね。上書きでいいよ。23、ワンコって言ってたな。ここ23の世界じゃないか。どう？どうなる？なん死ねないからね、これは。これどこの世界線なの、これ。こっちになんかな。あ、武器に関するのよ。さっき地下室で金槌を見つけた。あれを拾っておけば、化け物に襲われた時に武器として使えるかもしれない。仮に武器として使えないまでも何かの役に立つはずだ。でも俺はもうあの地下室には行かない。絶対に行くもんか。29はなんだっけな。車だ。いや、この世界線がわかんねえんだよな。ちょっと一回戻ってみっか。今日リセットします、一回。ワンコのとこに鍵があるって言ってたから。いや、これ23なのかな。確定で来るんだね、これは。逃げよう。ナンバーのあるとこに入ると、世界が変わるから、入らない。304。しまった、動機が。それが回復してから行こう。走れないっていうね、不意に。もうちょっとサクサクやりたいけどね。ワンコどこよ。ここに入っちゃうと変わってしまう。怖っ。そもそも本当にその世界線なのかがちょっと今曖昧になってる。ワンコいないよね。この中には入れない。何？どこ？どっか。うっ！いやー、いや、でもなんかここになってから異常に来るってことは、ここなんかいるってことだ。確実に妨害が入るもんね。なんかキーアイテムがあるぞ、この世界に多分。うわー、もう確定で出てくんだけど。まずこいつを巻くところか。カチャッと音が聞こえたら、入る。はいはいはい。これで、はい。いいよ。ワンコどこにいんの？一旦トイレ見てみよう。いない。ワンコのいるところが、ここもまた来るんだよな、カチャって。あ、来なかった。ワンコいなくな、あ、洗濯機だか。あ、違うか。いや、ワンコどこよ。ワンコおらんよ。鏡とか見た方がいいのかな。いないね。ハンバーガーなくなってるね。そして、ハンバーガーに水が入っているっていう都市伝説もあったから、さっきのはそういうことか。え、え、え、あ、
動いてんだけど、ワンコのなんかあれだよね、これ食べるやつ、犬の餌入れだ。どうしてこんなところに、え、どういうこと、なんか餌を入れなきゃいけないってこと、あ、ハンバーガーじゃないとダメってことかな、え、食べ物なんか持ってないよ、どうすりゃいいんだこれ、なんか食べ物を入れろってことだよね。あれ持ってけたのかな、ハンバーガー。いや、ちょっと次何か食べ、いやこれだけじゃダメなんだ多分。食べ物を何か回収できるもの。じゃあここ入るしかないか。99。ちなみに99はメモないんだよな。99をくぐって、これ何番これ。44。44もメモがない。44。え、誰かいる？うわ。お姉ちゃんこんにちは。こんにちは。あなたももしかして。すいませんが主人と話してください。この人。すいません、あなたはゆうかさんですか？あ、なんで知ってんの？どうして私の名前を。やはりそうか。あなたはあの子と似た魂の形をしていたから。あの子。ナオト君のことです。ナオト？私の弟に会ったんですか？会っただけではありません。あの子が私たちのことを救ってくれたのです。なんだと？救った？どういうことですか？私たちは家族は数年前に火事で死にました。私も主人も6歳になる娘も。しかし、何の因果か我々はこうして姿形のない存在としてこの世にとどまり続けています。幽霊ってことですか？ええ、そうです。正直私は生に対する未練は少しも残っておりませんでした。死んでしまった以上その事実を受け入れるしかないと。一つ強く願っていたことは、もう一度家族みんなと会いたいという、ただそれだけ。それを彼が、ナオト君が叶えてくれたんです。ナオトがそんなことを。孤独と絶望に苛まれ、近くにいる生存者すべてを呪い、あやめてきたこの私に彼だけが快く手を貸してくれたのです。こんな、私なんかのために。あのね、ナオトお兄ちゃんもね、ゆうかお姉ちゃんのことを探してたんだよ。それじゃあやっぱりナオトも、この家にいるんですね。ええ、います。そして今もあなたのことを探し続けています。どこにいるんですか？ごめんなさい、そこまでは。私たちも把握していません。この家は広すぎるから。お役に立てずにすみません。どうか、お二人が無事に会えることを祈っています。ああ、やっと伝えることができた。成仏したな。ナオトは間違いなく、この家のどこかにいる。でも、一体どこに？まずは森田さんに言われた仲間を探してみよう。もしかしたら何か情報を得られるかもしれない。39だったっけ？よりによって。いや、このターンに多分森田が都合よくいる可能性もあるな。42はメモにありません、ちなみに。いや、この、森田に会うループに入るには40、いや、来てんな、これなんか。来てる。一回セーブするわ、どっちにしろ。何？どっか来る？え、待って、今42分って書いてあったな。たまたまか。経過時間によって違うとか、そういうことないよね。このルートのいろんな要素をちょっとでも、確認しなくていい。鏡もそうだし。あ！ほら。急に予約。あ、何番？ 602？ これ入れないな。102か。これこのターンに森田がなんかいるようなルートの可能性があるから不用意に入れない。なやめて。ここはすごい、いやーこれいなさそうだな。浅場のメモ。浅場ってあれだ、もう一人の人だ。森田さん、春さん、大丈夫ですか？俺です、浅場です。今みんなのことを探して家を歩き回っています。とりあえず俺は77の家へ行こうと考えています。もしこれを読んでいるのならそこへ向かってみてください。77、ちょっとメモろ。次こそ浅場くんは77に向かいました。こういうメモをちゃんとしていかないとダメだね、多分このゲームは。いないか。602のループに入るしかないじゃん、これは。602ね。ちょっと一回ネグミ
触る。600人のループに入ります。入れない気がする。でも3桁は入れてないんだよな今んとこ。1回入れたかな。いや入れてない気がする。ほらね、襖が開いた音がしたが、うわこれ積んだか。いくぞ、レディーゴー。うわー、こっち来い、こっち来い、こっち来い。ほらこれゲームマスターを舐めるな。てぃー、抜き逃げ切った。ほらゲームマスターって何やって話だよ。はぁ、あ、セーブすっか。ちょっと待ってね。よし、これで森田のとこね。他にナンバーの入った部屋はどっかあるはずなんだよね。移動ルートは602以外に鍵がないといけない部屋なんでしょうね多分。100系はここから行けるかな。行けないか。いやこのゲーム映画で来ちゃう。極力殺されないで行こうと思います。何回も死にゃいいって話じゃないと思うんで、極力殺されないようなムーブにしていきたいと思います。で上に行くと来るから、ちょっとここ慎重に行こう。でも下何もないんだよな。上から出てきた。77に行くって言ってたな浅場さんが。77に行くと浅場がいるってことだね。でもなんか77行った気するんだけど、すぐ移動しちゃったのかな我ながら。あれうー、え、確定でいる？もう。あ、ここか。あ、42。42メモにないね。なかなか会えないね、森田に。森田といえばタモリさんですよね。タモリ、え、はんにゃ、誰だ貴様は。何もだ、答えろ。いや俺のセリフや。あ、私は大月優香って言います。どうしてこの家にやってきた。早く答えろ。あ、私はこのルマ貴様などいつでもひねり潰せるのだぞ。ヒュー、ごめんなさい。怖い。あの、弟を見ませんでしたか。貴様の弟など知らん。そんなものを。いいか貴様、よく聞けよ。猿の面だけには近づくな。わかったか。猿の面。はい。やばい、動機が速くなってる。猿の面には近づくな。怖いけどアドバイスはしてくれるという犯人。42、これが42だったよね。42。ちょっとこれどっかメモっとくか。ぬいぐるみに触る。ちょっとメモろう。ハンニャが42。いやこのゲームめちゃくちゃ面白い。映画化されんじゃない。下手すると猿には近づくなっつうの。もう一回でもちょっとハンニャくんとこ行こうぜ。ハンニャくんちょっと教えて。あ、同じか。それから巨大な口のわらしにもだ。アホみたいに成長したイモムシもそうだ。分かったなら早く いねえ。もう一回話しかけてみます。話しかけるたびにあれだな、動機が早まるな。リスクがあるね。これ走れる今。あ、まだ走れる。アドバイスなのかな。猿とイモムシには近づくなっていうのは本当に素直なそういうとこから来ているのか、はたまた逆のことを言っているのかみたいな。うわ、これか猿って。キモかったね今。見た。ちょっとでもこれやろうぜ。森田のことマジどうでもいい状況今。近づくなって言ってたけど、あれあれ、人間がいる、人間がいるよ。え、あのすいません、私の弟を見ませんでしたか。
弟の君の弟？見たよ、見た、見た、見た。え、本当ですか？ああ、本当だよ、本当、本当。君の顔をオイラにくれたら教えてあげるよ、教えてあげるよ。え、顔をくれたら？さあ、どうする？答えて、答えて。あげない。嫌だよ、嫌だよ。お前の子はもうオイラのもんだ。死ねないの忘れてた、これ。あげてたらどうなるんだよ、素直に。ちょっと素直にあげてみましょう。これで素直にあげても何もなかったら、やっぱりカンニャ君が言ってたことは、間違いないってことですね。顔を上げる。いや、普通顔を上げたら死にますよね。普通は。いや、そんな試さなくてもわかるでしょっていう。本当に近づく。般若君の言ってることは間違いないみたいですね。あと、芋虫に近づくなって言ってましたな。芋虫ね。これどっちから入っても猿は。あ、え？こうなるとやっぱ芋虫も探したくなるよな。ここかな。いないの？地下室か。いや、こういう一つ一つの回をね、やっぱね、やっていくのも醍醐味ですよ、このゲームの。仮面でしょ？火事で死んだ親子でしょ？姿が見えないワンちゃんでしょ？え、これイモムシ？まあ、そういうことなんでしょうね。ふふふ、バカな子、こんな家に来てしまうだなんて。あ、ふふ、心配しないで、私はあなたの力になりたいの。私の力に。そうよ。だけど、その前に私の頼みを聞いてもらえるかしら。私の友達がね、絵の中に閉じ込められちゃってるの。あの子を絵の中から救い出せないかしら。頼んだわよ。うふふ。絵の中。ちょっともう一回話しかけてみようかな。いや、面白すぎる、このゲーム。やば。これめっちゃヒットしそう。すごい面白いです、マジで。見てる側の人に伝わってるかわかんないけど。こういうシンプルな探索ゲーに一見見えるけど、全然違う。奥が深い。そして今これ気づいたんだけど、次のルートへ行く道ってのがなくないですか、これ。このイベントはもうあれだね、確定で解決しなきゃいけないのに入ってますね、もう。あ、そんなことないわ。11がある。ちなみに11は、何のイベントがあるっていうメモにはないやつですね。絵の中？絵なんかあった？そもそも。この家。絵なんかあったかな？どっから来るかな？そこか。絵なんかあったかな？トイレとかにある？やない。この寝室？いや、ないよね。本とか？本とかの間ってこと？ こいつやばい。キモい、見れば見るほど。やべえ。絵の中ね。いや、これは単純に、またこの42の部屋に、42のループに戻ってきたときに、もう一回女性の能面に話しかけろっていうことなのかもしれない。きっとね。だって絵なんかないもん。ちなみに、日本人形の部屋とか、あとは、女王とか、なんかいろいろあるんだよね。他の部屋。だからそこのどこかの話はしているような気がするな、多分これは。どうなんだろうな。はい、といったところで、今回はこの辺で終わりたいと思います。同じ マップが続くから、ね、一見これは、飽きちゃうんじゃないかなと思ったけど、大きな間違いでしたね、これは。同じマップの中で少しずつ、噛んだけど、少しずつ、変化していくっていうのが、
あ、ここが変わってるみたいな、間違い探しみたいな感じで、ところと、心ね、心ときめきますね、ところって。はい、ということで、この続きまた次回よろしくお願いします。ではまた。